はい、どうも、激辛マニアのユッキーです。今回は、激辛。ですね、リスナーさんがですね、とあるリスナーさんがですね、俺にカンパをしてくれたんですよ。で、さらにそのカンパの、カンパからレビューをお願いしてくださったんですけど、こちら。外国からのね、Amazon で注文したんですけど、非常に届くのが、2週間以上かかったんですが、じゃーん、こちらでーす。ブルダック最近、YouTuber ではね、すごい大人気の、ブルダック炒め麺っていうものの、激辛味のカップラーメンタイプ。いうことで、なんか入ってる。なぜか、飴玉も入ってました。これ、韓国の飴玉ですね。韓国語で書いてあります。これはいいよ。おそらく、韓国の直輸入。韓国から取り寄せられた、ね、商品みたいです。うん。ね。激辛ブルダック炒め麺、過去カップタイプ。値段が630円です。うん、ということで、こちらを食べていきたいと思います。カンパしてくださったね、リスナーさん、本当にありがとうございました。非常に、他のね、超過した分というか、はね、勝手に、自分で何か食べてくださいと。言ってですね、カンパをね、非常に寄付をしてくれたという。ものすごい、神様のような存在ですね。これさ、こんな感じ。で、こう、これとこれがついてましたけど、これ韓国語なんで、読めないですね。これ、どうしたらいいのこれ。全部韓国語なんで、これ読めないですね。これ、どうやって作るのこれ、どうやって作るの作り方、韓国語だから読めないんだけど。これ、どうしようかな。どっかにサイトに載ってねえかな。ブルダック炒め麺。一般的には、袋麺タイプのものがね、YouTuber 界では人気なんですけど、今回はこのカップラーメンタイプというのがあることを俺知らなかったんです、そもそも。どうやって作るの？作り方どっか書いてねえかな。韓国食品。どっか書いてねえかな。多分3分間待ってくれという感じなのかね。おそらくね。購入したサイトでは、載ってるかな。作り方とか書いてない。作り方書いてないですね。わかんない。ん？これは、ちょっと開け方ミスったんじゃない？俺もしかして。ちょっとお湯入れましょう。お湯入れて多分3分ぐらいじゃねえか？多分。作り方。多分ね。多分3分ぐらいだと思います。おそらくここに湯切り口があるんではないか。このね、このブルダック炒め麺っていうのはですね、いわゆる焼きそば系のやつなんで、汁物ではないんですよ。ラーメン的なスープがついてるんじゃなくて、汁物がついてないっていう、まあ、焼きそばみたいなもんですね。おそらく、こっち側に、湯切り口がついてるのではないかと思われます。じゃあ、とりあえず、3分。3分間待ってやる。いや、本当にね、マジで、カンパしてくださった人はありがとうございます。初めてですね、カンパしてくれた人ね。前回、なんだっけ、ラーメン屋。ラーメン屋行ったじゃないですか。行ったのも、あれ、リスナーさんがカンパをしてくれてですね。それで、まあ、レビューしてくださいっていうことで、まあ、行ったわけなんですけど、なんてあれだったっけ？あ、地獄の担々麺ごま流ね、の無限を食ってみてくださいっていうことで、個人的に、無限はおそらく、ね、北極ラーメンよが辛いということだったんで、多分もう、そもそも北極ラーメン自体相当辛くて、なんか、もう、ある種、なんか罰ゲームみたいな感じだったんで、正直、ゴマリュウに行きたくなかったんですよ。うん。行きたくなかったんですよ。でもまあ、ね、レビューしてくれということの金まで送られてね、Amazon ギフト券をね、送られてきて、まあ、やらんわけにはいかないということで。でも今後もやらんぞ、マジで。今後マジで、ゴマリュウの無限はマジやばすぎたんで、あれマジ拷問ですね。ある種拷問っていうか、ほとんど拷問です、あれは。あれは地獄ですね。まさに地獄を見た。だからもう、蒙古タンメンの赤本もね、北極ラーメンの10倍とか、辛さ10倍とかあるらしいんで、あれはもう絶対、地獄を見ますんで、やりません。僕はやりません。絶対に。何？こっちから開ければいいの？これ。なんか矢印がついてくる。ちょっと待って、これ。湯切りついてないんだけど。これどうやって食うの？あれ？ラーメンタイプ？液体タイプっすか？食い方がわかんねえんだけど。あれ？嘘。嘘、こんな、あれなんですか？スープタイプなの？これ。スープタイプなのかな？でも、湯切り口ついてないんだもんな。あ、書いてあった。容器の蓋を開けて液体スープを取り出し、沸騰したお湯を容器の内側線まで注いだ後、蓋を閉じ4分間お待ちください。4分後、蓋を開いて、箸でよくかき混ぜた後、お湯を捨て、液状スープを入れてよくかき混ぜてください。はぁ！お湯を捨てとお前、湯切り口ねえじゃねえかよ、お前。湯切り口ないのにお湯を捨ててとか言われたんだけど。はぁ！どういうこっちゃん？湯切り口ないよね。あれ、もしかしてこれ湯切り口あるタイプなの？俺が気づいたらなんか、ここにギザギザ模様がついてるんだけど、これあれなのか？俺が開けるの失敗したの？まあいいや。とりあえずこれ湯を捨てましょう。湯を捨てましょう。ザルですね、ザル。多分俺が、開け方失敗したんだな。とりあえずザルでちょっと湯切りをしまして、で、こちらね、液体スープを入れていきましょう。どんだけ辛いんだろうな。よいしょ。れて、あ、すっげえ辛いっていうか、匂いしてきたぞ。で、これでよくかき混ぜて食べる。で、さらに俺ぶっちゃけて言うと、韓国のさ、ラーメンの辛ラーメンっていうのがあるじゃないですか。あれ大嫌いなんですよね。そもそも俺韓国人も韓国っていう国自体大嫌いなんですよ。よし。だから基本的に韓国の商品っていうか、辛ラーメンとか買わないですね。はい。ゆきです。それでは、こちら。じゃん。こんな感じ。いただきたいと思います。いただきます。うわっ。あ、辛い。なんかね、ラー油みたい。ラー油みたいだ。ラー油を麺に大量にこう、ビャーってやったような味。喉にへばりついてくる。辛い。確かに辛い、これは。ペヤングの赤よが多分辛いわ。うん。ペヤングのレッドが絶対辛い、これ。あ、辛っ。辛い。ペヤングのさ、激辛のやつはさ、美味しく食べられるんですけど、これは辛いですね。辛くて、美味しさっていうか、なんか、美味しいって思えるレベルの辛さを超えてるね。辛い。痛いですね。うん。でもあれだ。辛いけど、ゴマ流の無限よか辛くない。でも辛い。うん。ああ、辛い。もう自然とね、眉間にね、シワが寄るんだよ。あ、辛い。辛っ。ね、ラーメンごま流の時はね、もう鼻水が出まくってね、大変だったんですよ。俺、辛いの飲んだり、食べたりすると、鼻水が、ものすごい出るんで、店内にティッシュあったからよかったけど、あれティッシュなかったらマジでやばかった。あー、カレー。はい。完食です。ごちそうさまでした。あー、辛かった。なんか喉にこの、ラー油みたいな油みたいな、あれが、口の中にへばりつくんですよ。で、辛いのを食べてると、期間にね、入ったりするとね、本当に大変なことになるんで、呼吸困難になるんで、本当に、辛いもの食べるときは、本当に落ち着いてゆっくり食べないと。ダメです。辛さ度数は、110だな。うん。110、うん、まあ、100か。正直、うまさよか辛さの方が上なんで、まあ、110かな。ということで、ご視聴ありがとうございました。カンパも募集してます。で、何かレビューしたいっていう、してもらいたいっていうのがあれば、ね、下の詳細欄にてね、カンパの、募集してますんで、よろしければね、カンパをお願いいたします。